こちらですね。67個、22個、16、16、71あるんですよ。ちょっと前半のこのグレーフライでどんどんつってレベルも上げたりとかします。これ追加ランド持ってる人は追加ランドにこの釣り具屋さん全部立てて、このグレーフライ作りまくるっていうのもいいかもしれませんね。特に光ランド、これ儲かるんじゃないです。で、あと水族館の中身ね、今ちょっとどんな感じかというと、報酬この中に入って、まあ、タップしてもらえるんですけど、このような感じでね、あまり溜まってませんけど、まだまだ魚がね入る状態です。私今最大なんで、この2000まで貯めることができますね。この辺もなんか1時間で 0.4 とか1時間で 0.3 で全然しょぼいんですよね。適当に入れたやつだから、これをねそろそろ完成もさせたいなと思っております。釣れる場所とか関係あるのかっていうのがわからないんですけど、まずねこれレベルも上げたいんです。私釣れたら真ん中の 73.069 っていうのが現在の経験値みたいな感じです。で、重さの 1.688kg っていうのが経験値になりますね。で、150kg 集めたら、レベルが次上がるみたいな感じですね。で、ちょっと今ね、秒数が見えなかった。撮影する場所が悪かった。ちょっともう一回やりますね。で、あと、こうやってやってるんですけど、あ、ここも見えないんじゃない？見えるか、よかったよかった。こうやって秒数があるんですよ。レベル2だったら、まあ、今みたいな、ね、時間帯のところでね。あと、エルフちゃんも可愛いですよね。で、ここでやって。あと、待つだけなんですよね、これ。釣り竿を作った後。で、魚肉が何個手に入ったのかっていうのも分かりやすくするために、ちょっとそちらの方の個数も見せておきます。いいですね、これ。グレーフライで魚の肉が2つ手に入る。しかも 2.913kg も釣れるという。まあ、こちらですね。今、2匹ほど釣って、魚の肉が3つ手に入りましたね。で、この釣り竿を2つ使いました。で、43スタート。これは覚えておかないといけない。で、どんどんいろんなとこ釣って、これ多分また同じ魚がどんどん釣れるんですよ。なので、星3個とか、なんか釣ったことない、ニューっていう魚が出たら、そこだけちょっと動画で紹介しようかと思っております。まあ、私もね、横に寝っ転がりながらね、もう、録画だけしてから、新種が釣れたらあそこだけ切り抜いてちょっとまとめようかと思っております。いや、これさすがにね90回こうやって釣るのは大変ですよ。こうやってタイとかいろいろ釣れても魚の肉とかしたりとかしますからね。皆さん、ブルーエンジェル 0.6 星さんが釣れました。ちょっとこれは水族館行きですね。この場所で釣れましたよ。ちょっと意味あるかどうかわかんないけど、フクロウの左下のところですね。で、今、こんな感じになってます。これ、引き算したらわかります。まあ、こんな感じでね、どんどんやっていきますね。これ、1回釣るのに17秒、まあ、20秒以内で釣れるんですよ。だから、3回釣れますね、1分以内に。だから、サブロク18、まあ、1時間で180以上ですね。必ず、魚の魚肉が1個以上取れるんでね、1時間以内には多分、できると思いますね。お、場所によって変わるのかな。この辺はなんか星が結構高いっていうか、いい魚が釣れるような気がします。まあまだ2回しかやってないんでね、ちょっと皆様も、ね、各自ちょっといろいろやってみてください。まあいろいろ詳細服とかね、この動画で紹介できてないやつ今お見せしてますけど、前もなんか釣り動画やってるんですよ。だから今まで釣ったことない魚が出たら見せる感じにしますね。まあ、これはすいません。やっぱり星1とかでしたね。ね、やっぱり運かな。皆さん、ハスが釣れました。1時間に 0.6 ですね。まあ、星3だからって多いとは限りませんが、水族館行きです。今はね、川釣りをしてました。これ、色が変わってるところ。水色っぽいのが川ですね。で、海がこの濃い青ですね。だから川はこの水色のところで釣るみたいな感じ。で、海はこの青です。で、試しにここで、なんか皆さんここで釣ったりとかしません？今ここで釣れましたね。だから星3じゃなくても1時間に 0.6 っていうのもいますし、まあ1時間に1以上
の魚もね、もちろんいます。今ちょっとグレーフライで一番ね、2時間で作りやすい、一番作りやすいやつで作ってますからね。ちょっと日本語がおかしいですか。で、これ重さが 1.393 とかね、今経験値を稼ぐみたいな感じでこのグレーフライやってるんですよね。で、これレア度狙うんだったらこっちの方のいい釣り竿とかね、使った方がいいですけど、レベル上げはもう私はこっちのグレーフライが一番いいかなと思って計算したところ、これでもなんか2キロとかしか釣れない時ありますからね。3倍ですからね、作る時間が。だから今の2キロだったら3、2が6、まあ詳しくはね、再生リストの過去の釣り動画をね見てみてください。ではまたなんか星さんとか魚が釣れたらね、またちょっと実況の方をねしていこうと思います。裏でこうやってね、延々とね、釣ってます。これはなんだ？土壌です。ブルーエンジェルが釣れました。こちら、0.6 時間ですね。水族館。こちらは、まあ、ここの場所で釣れたんですが、まあ、他の場所でもね、たくさん釣れると思います。で、31か、今。これ、68個スタートしましたよね。で、今、録画開始してから25分ぐらいが経過してます。私ちょっと動画はね、いろんな場所を移動したりとかしてるので、あと喋ったりもしてるんで、ちょっと釣るスピードは遅いですけど、無心でやってたら、もっとね、早くね、釣れると思います。この夜の音楽すごくいいですよね。これはなんだ？まあ、だんだん、なんていうか、もうほら、こんな星1のブルーエンジェルとかも釣れますからね。だから、変わらないですね。いろんなところで釣った結果、まあ、どこで釣っても多分同じです。この次、レベルが関係あるかわかんないですけど、で、釣り竿によって、ちょっとレア度は変わる。あとは、ま、運みたいな感じですね。じゃあまたなんか星さんとか、珍しい魚が釣れたらね、やろう、あの、実況しますね。これはなんだ？ちなみに。今日は延々とこの釣りをして魚肉を集めます。保証財布。あ、ちょっと今途中経過だけ見せておくか。一応。どんだけ集まったのか。91ですね。最初43個スタートだったんでね。まあ、約50個か。30分ぐらいで。もっと早いですよ。あの、私移動したりとか実況してるんでね。皆さん、レベル3になってました。私、録画してましたかね、今。ちょっと無言だったと思いますけど。あと、星2でも 0.6、1時間ありましたね。これ、先ほど場所によって変わらないって言ったんですけど、ここ、結構星が高い魚が釣れてるような気がしますね。川釣りの場合。おー、バーベル、ここで釣れました。新記録。これ、場所関係あるかもしれません。私、ちょっと、実況外で、こことかで釣ってたんですよ。ここね、本当星1とかしか出なかったんですけど、ちょっとここの釣りをやってたら、結構星2とかの出る確率が若干高いのかなーって。で、先ほど紹介した星3のやつ、その前に紹介したやつもここでしたもんね。だから川はここでいいんじゃないかな、とりあえず。ただ、ここ以外に釣れるやつとかもあるかもしれない。海はちょっと広いからね、ちょっと探しづらいですけど。まあ、運がいいだけかもしれませんけど。ほら、星2とか結構いろいろ釣れる、ここ。ちょっとレベル上がったからっていうのもあるかもしれないけど。ここ本当、ちょっともう一回やりましょうか、ここは実況で。ここ星1連続で4回とか釣れたんですよ。だから、まあ、レベル3になったからちょっと星2率が増えてきた。ってこともあるかもしれませんけどね。一応全部載せようと思ったら載せれるんですけど、膨大な量になるんですよ。あと私が喋ってないという。で、この釣れた場所だけやるとしてもカット作業がすごく大変だという。すいません。どこでも同じかもしれない。星さんのハゼが釣れましたね。新記録だったら入れとくか、水族館。ね、新記録って書いてあるから。同じハゼとかもあるかもしれませんけど。まあ、今ちょっと途中結果か。よかった、ここで釣っとって。今このような感じになってますね。
グレイは68から確か釣れたのかな。だから48個ぐらい今使ってる感じですかね。48個使って、お、切り身が100になった。57個ぐらいですかね。で、今だいたい35分ぐらい経ちました、実機をして。ちょっと喋ったりとかしてるからね。もっと釣れてるはずです、本来なら。で、まだグレイフライですからね。グレイフライでもこれだけ集まると。ここで今いろいろやったの。あ、15匹とかなってる。いいですね、すごく。結構この辺はちょっと無視しないといけない。バーベル、ハゼ、ハス。お、いいですね。なんか新種みたいな。これマスっていうのがいいんですよ。星さんのやつ。これグレーじゃなくて、いい釣り竿で釣った時やったと思いますけどね。で、0.3 とか。なんかこのマスだけを全部集めるとか。でもいいですけど、マスだらけになっちゃったりとかする時ある。こうやって見てから、これ、なんか同じ魚がいっぱいいるからね。あ、ちょっとまた集めよう。皆さん、小サイフグが釣れました。これも一応、水族館に入れたいんですけど、もう小サイフグ持ってる可能性もある。左上、新記録ってなってる。その場合一回バツを押して、ちょっと水族館入ります。今ちょっと海釣りしてましたね。中に入った後に決めることもできる。今後いい魚が釣れるかもしれない。まあでも、空きが余裕であるんですよね、これ。全然。で、海はこっちか。小サイフグ、まあ、こちらの方、左下、ありましたね。0.6 で 3.1kg。で、私が釣ったやつ、今。これ。3.70。あれ?こっちの方がでかいな。3.70。だから、この小サイフグにもっとでかい魚持ってんのか、私。小サイフグ結構入ってるな。ありました、これ。3.968 が最高みたいですね、私の。まあでも 0.6 はお得なので入れとくか。ちょっとフグだらけになっちゃうかもしれないけど。これ、あれなんですよ。もし満タンだったらこれ逃がすんですよね。ちょっと一番低いやつ逃がしてみるか。この小サイフグ試しに、逃がしましょうか、これ。はい。で、こうやってやった後に、この後水族館って入れれば OK ですね。まあ魚の肉なんてね、釣り竿を作ってたらね、入手できるから。全部魚の肉、魚肉にしてたら、どんどん手に入る。私ちょっと、水族館に入れたやつもちょっと考慮しないといけない。だから私、こうやって今、こんだけ手に入りましたよって今やってるんですけど、水族館に入れた数も引いてくださいね。で、あと300で今日出品しようかなと思ったんですけど、これ300無理ですね。だからちょっと50で出品します。多分50だと売れないと思いますけど、試しにですね。で、こう、結構グレーフライはいっぱい全部使って、これ22使おうと思ったんですけど、ちょっといろんな種類の釣り竿を試してみたって動画を撮りたいんで、ちょっと残す感じでね、調整して釣ろうと思っております。100連は一応やりますね。グレーフライを使い切りました。こちら、ちょっと、まあ、参考にならないんですけど、水族館に何匹か入れてるから。123まで溜まってますね。スタート43個でした。だから123-43です。このグレーフライ。68回やりましたね。で、次これ12やって、6やって、6やって、8で、まあ、今日100回釣りをしてみたみたいな感じの動画にしようかなと思っております。10残すのは、ちょっと他の動画でまた5匹5匹、海と川釣って何が釣れるのかとか。これ秒数は変わらないですよね、多分。釣りのレベル上げやっても。ただ、釣りのレベル上げっていうか、このレア度ですね。グレーからブルーに変えても、この秒数は多分変わらない。ただ、星のいい魚が釣れる確率がちょっと上がってるんじゃないかな。で、あと今後魚の種類ももしかしたらどんどん増えてくるかもしれない。まだちょっと魚の種類が少ない気もする。まあ、このような感じで。またなんか新しい魚とか星さんのやつが釣れたら見せる感じでいいですかね。まあ、一応2回ずつは飯しとこっか。海は、あ、ショーペタしか釣れない。これ見たらわかり、おーおー、ショーペタ新記録 0.6 星さん。ね、やっぱり、いい、なんて言うんだろう。レベル上げはグレーフライであって、このいい魚は、この次のランク上げたやつがいいですよね。2もらえるやつとかも、確か一番いいレッドで釣った記憶があるんですよね。これ青でこれですからね。
ただレベル経験値見たら分かる通り、これ3時間でできるんですよ。青確かグレーの方がいいですよね。グレーより 1.5 倍重さがもらえないと意味ないから 2.645 だからね。まあでも魚肉は結構手に入るな。これ安定的に2個以上手に入るんならこっちの方がいいですけどね。青グレーは1個の時が多いから。ただこの青で魚肉1とか引いちゃったらちょっとそれは損だから、だから何が一番いいのかっていうのはちょっとレベルをどんどん上げてみないと分かんないですよね。この青で魚肉は2個ばっか釣れたら絶対グレーより青を作る方がいいですからね。ね、星1のこの魚肉1とかだったら損だからね。このこっち作っとけばよかった、1時間損しちゃうからね。まあ、ちょっとじゃあカットしますね。カットしようと思ったらバーベルが釣れましたね。なんか 0.6 がいっぱい集まってる私。 0.6 ってでもそこまで良くはないと思うんですよね。最終的にこの 0.6 のやつもどんどんのけていく感じになると思いますけどね。ちょっと同じ場所でしか釣ってないな。いろんな場所で釣るとか言ってたけど、もうここ川左海でもいいかなみたいな感じでやってますけど、もうさすがに来ないだろ。また来ました、ショーペタ。ショーペタだらけになるかもしれない。どうしようこれ、悩むよね。まあ今水族館入れる時期だから、まあ将来的にはもうこのショーペタ星さんも魚肉行きですね。結構星さん、星2と星3、星3も結構釣れるんなら、もしかしたらグレーよりブルーの方がいいから、ランドも光じゃなくてこのブルーの方買った方がいいのかな。経験値上げとか魚肉稼ぐやつだったら、魚肉一番稼げるやつもしかしたらブルー説あるかもしれないぞこれ。でも星2とか結構出てきてるし、星1たまぎだし、星3もあるから結構こっちの方が効率いいかもしれない。まあちょっと検証の結果がまだ10回とか12回なんでね。あとレベル3だからね。だからもっともっとレベル上げたらね、わかんない、グレーじゃない方がいいかもしれない。あと時間効率も2個ってことは2倍短縮されますからね。ほら星2ばっかだ、あゆとか。これはちょっといいこと知ったな。光じゃなくてこっちのブルー、ちょっとなん属性ランドなんだかな。おー、あゆ星3。え、ちょっとこれフルで見せようかな、ブルーのやつ。どうしよう、かなりいいぞこれ。でブルーはあの雷でしたランドだから、光で釣り具屋さん全部立ててる人より雷で釣り具屋さん全部立ててブルーフライを作ってる人の方が賢いかもしれませんね。これはね、検証してみないと分かんないですよね本当に。いや、まだ他の釣り竿を試してないから、経験値上げだったら、おお、ほらちょっと待って、レベル3になってから星3日とか高くなっちゃったよ。で、ちょっと今まだあれですが、ね、これ12匹何匹釣ったかな私。12ですよね。12でこれなんですよね。じゃ、ちょっと6、6、8もやってみますか。わ、すごいな、これ。また今度動画にしよう、レベル上げた後。ちょ、グレーフライばっかり立ててた。もう経験値に関しては本当何回も言ってるけど、重さなんで、グレーより 1.5 倍重さがないといけないから、経験値入手できるだけだったらグレーが一番いいと思うんですけどね。まあ、ちょっとその辺もちょっと後で動画を見直してみないとわかんないけど。おー、おー、シマハギ 1.1 これ水族館行きだ。あ、一気に上がったこれ。緑のやつ当たり前だけど。いや、水族館行きのやつどんどんね、レベル1の時はそこまで星3とか多くなかったんですよ。レベル1の時の動画も前に撮ってるんですけど、いろんなこの釣り竿で釣ってみたって。レベルを上げていくと、なんか星3率も増えてくるような気がする。で、これは、グレーの2倍かかるんだったかな ?4 時間かかるんですよね。なんか同じのしか釣れない。あ、でもこの星1で魚肉1の時が最悪ですよね。しかも 1.8 しか手に入らない重さ。これ外れですわ。これ効率考えたらやっぱり、この緑は外すな。今見た感じ、ブルーが一番いいかな。でブルー試行回数が12回だからね、なんとも言えない。もう50回ぐらい試さないと。
なんかブルー作りまくって50回ぐらいちょっと試す動画作ってもいいな。で、またレベル5とかになったらまた変わっちゃうかもしれない。で、海釣りをちょっと3回ほどしたな。あ、ダメだこれ。運が悪くなったな。シマハギが釣りやすいのかなこれ。どうなんだろう緑。で、ちょっと川やってみるか、これ。3回。で、先ほどの青もただ運が良かっただけっていう可能性もありますからね。だからもしかしたら星1ばっかり釣れて、あ、グレーの方が良かったとか、そういうのもありますね。いや、いいこと知ったな、今日。私、実際、本当に試していますからね、実況外でいろいろ検証してる。自分でやってみないとわかんないから。ヤマメとか釣れるよ、ここ。あ、しかもこれ、星2だけど 0.8 時間だよ。これ。だからこの水族館用はね、やっぱ上の方とかでやっとけばいいですよね。だから今のヤマメ入れといてもよかったな、0.8 だから。普通にこっち作ってから 0.6 の星3集めるより、こっち星2の 0.8 とか入れとく方がいいですね。でもやっぱり星3だと入れたくなるじゃないですか。まあ、最終的にはなんか低いやつの星3は1個残す感じで、あとはまあ逃がす感じでやろうと思ってますけどね。これは何？錦鯉？なんだ？錦鯉だ。なんか今回運が悪かったな、これ。まあこれはな、3回ずつやりました。海と川ですね。これはノーカットでいいかな。私がただ喋ってるだけだから。あと黄色と赤を6と8使って、100回釣ってみたっていうタイトルのパワーワードが欲しいんですよ。この辺も気になりますよね。緑は何が釣れるんだろうとか。ちょっと試行錯誤が少ないからまた今度やりますね。5匹、5匹ずつとか。あとここは魚見せるときにダメだ。サーモンとかも釣れるこれ。しかも星1で 0.6 だ。これは、あれだよ。やっぱりね、これだったらこの魚以上が釣れるとかあるような気がする。今サーモンとか釣れたから。なんかグレーだったらサーモンは絶対釣れないとか、そういうのもあるかもしれない。で、今、青と、あれか、緑が終わったのか。で、次今、黄色やってるのかな？黄色6回やる。こっち3回、海3回か。今日めっちゃ長い動画になるかもしれない。うなぎ。これは、外れ中の外れですね。悲しいよ、今のは。本当に。わざわざ黄色使ってるのに。時間めっちゃかかるのに。ハゼ、カワムツ、サギフエ。後半3匹はこっちの海の方で釣っておりました。ちょっとサギフエしか釣れないんだけど、これはシマハギ。運が悪すぎるぞ本当に。ちょっとこのブルー、私運が良かっただけかもしれないから、本当にね、皆さん自分で検証してみてください。今やってたのこの黄色なんですよ。黄色のほぼ星1だったな。で、赤をこっち4と4でやって8匹釣って、今日100匹釣ったみたいな感じですね。ちょっと最初はカットしないでこれ見せますか。さあ何が釣れる？前釣った時は星1も普通に釣れるんですよね。なんか3時間無駄になっちゃうよこれ。グレーフライと比べたら。3時間3倍か。ほら、詳細服とか。6時間かかるんですよね、この釣り竿。確か、ちょっと見ます、これ。これ2時間で、6時間ですよ。私の4時間返してくださいになりますよ。2時間、3時間、4時間、5時間、6時間なんですよね。これでいろいろ検証して何がいいのか、みたいな感じでしょうかね。じゃあ、ちょっともう一回やるか。じゃあ、もう一回またカットして、ね、あとこれが釣れましたっていうのをやります。あとこっち残り3匹川4匹っつってやります。サギフエ、タイ、サギフエ、ホンモロコ。なんか新しい魚が釣れたから水族館入れときますね。だからこの釣りのやつ、これでしか釣れないのがある。星1で 1.1 だった。今川で釣ったんですけどね。だからやっぱり水族館の収益を上げるためにはレッドフライ必須かもしれませんね。ちょっとカットしようかと思ったんだけど。で、前半は4匹海の方で釣りましたね。で、今川を釣ってる。で、今1時間6分ぐらい経ってます、私。ただ1時間川むつはあれか、普通の。あ、でもこれもう 0.6 時間ですよ。もうこれもう水族館に入れとこう、適当に。
あの、魚肉にしてもいいんですけど、0.6 だし、レッドのやつは、私まだ水族館空いてるんですよ、すごく。枠が。もうちょっと埋めれるだけ埋めてもいいかもしれない。このレッドでやって。で、今3回目ですね。だからとりあえずこのレッドで埋めるという。ただでも海の結果良くなかったですよ、最初の4つ。釣る場所によって変わるのかな、やっぱり。0.6、お、ブラックバスとかもいい。水族館。0.6、0.6 のブラックバスだ、これ。で、これで100匹か。で、これ100匹釣ってなかったら約100匹の、って書いてます、タイトル。タイトル詐欺になっちゃうんでね、100匹釣ってみたと約100匹だったら全然、約だったらもう100匹前後みたいな感じになっちゃうからね。まあ、そんな感じですね。計算間違ってたらすいませんね。でも大体100匹釣ってると思いますね。ちょっと魚肉のやつやってみるか。実況してたから1時間ね、ちょっとかかっちゃったけど、1時間以内でなんか釣れる感じですね。お、いいね。川元も1時間で 0.6 だね。でも、1時間で 0.6 とかで喜んじゃダメか。1時間で2とかありますからね。まだまだ2倍のやつとか。で、こっちの方の倉庫の方か。ね、あ、154か、これ。でも、もっともっと本来、1時間に100個以上は釣る、手に入りますね。でも、単純計算して、3回釣れるんですよ。1分で。で、この1分で、で、60かけてるでしょ。サブロク18か。だからまあ150ぐらいは集まるような気がするんですよね。普通に無心でやってたら。すべて水族館じゃなくて魚肉やったら計算上ですけどね。2時間でも300集まるんじゃないかな、みたいな感じですね。ただ、釣り竿のやつはいりますけどね。今回ちょっと無理だな、これ。ね。だからちょっと50今から出品しますね。可愛いから、ちょっと今回もこっそり撮影しとこう。箱に入ってる姿って可愛いですよね。ありがとうございます、本当に。いや、すごく癒される。あと、私のペットもいる。あと、この前回のメインクエストのやつ、報告だけしておきますね。5、リリーに渡すです。まあ、詳しくは前回の動画を見てください。これもどんどんやっていかないといけない。料理ですか？私結構得意なんですよ。その食材をお任せください。ちょっと待って。新しいのになっちゃったのかな、これ。集めて渡せばいいんですよね。ちょっと久しぶりでね、次のクエストが始まっちゃったかと思った。はい、これが漁師の室から驚いた食材作った料理です。漁師さんはお顔がちょっと色が変わってませんか？クエストクリア。なんで今クエストクリアしたかというと、この、なんて言うんだろう。1日1回のデイリーのこのメインクエストっていうのがあるから、これを消費したいっていうのもありますよね。これ、毎日この150までね、集めてます。まあ、しつこく言ってるけど、このプレゼントタップできるの知らない人もいるかと思って。まあ、あとは作物の収穫とかやって集める感じですかね。じゃあ右下の、この一番左のこれの箱詰めしますね。ちょっと50個しか、今回出品できませんけど、もう売れたらなんか次回のやつで、ね、次やるときに、お、売れてましたみたいな感じにしようかな。これで OK です。で、これで PLT プレイスっていうところをタップして出品するみたいな感じですね。大事なことを忘れてた。水族館を見せないといけない。まあ、大体19匹と20匹集まったのか。これちょっともう一回やるか。赤のやつで。この水族館のやつをやるっていうの。前半ダメだね、全然。適当に入れたグレーのやつで。後半はまあだいぶいいのが集まってきたと思いますよ、このような感じで。で、星1でも 1.1 とか 0.6 とか釣れるから、赤がいいな、水族館の場合は。で、こっちはシマハギとか 1.1 とか 0.6 とかか。まあ、ちょっといろいろやってみます、この辺もね。いやー、だいぶ集まったな、これ。あと10匹適当に入れときたいな。では、ご視聴ありがとうございました。実況者は、チョメでした。